キシビションを採点するという新しい形なんですが、どんなところに注目でしょうか。そうですね、やはり何といっても日本のエンターテイナーが集まる中で、私たちが、ね、初めてジャッジしますので、うまく点数できるか自信ないんですけど、素晴らしい演技のところにはいい点をつけたいなと思っています。そしての姿に絶望しながら、それでも一人の女性を愛し続けるオペラ座の怪人、この神崎範之が演じるオペラ座の怪人、最後は伊藤みどりさんにバラを渡してその演出は終わりを告げました。いや、伊藤みどりさんが本当に嬉しそうですバラをもらった伊藤みどりさんは表現力10点をつけました29。さて、こちら放送席の方には採点を終えました伊藤みどりさんに来ていただきまして、ジャッジするには非常に難しい演技の連続でしたね。いや、すごい、最初の方はちょっと点数をちゃんとこう考えてたんですけども、はいはい、もう最後のぐちゃぐちゃです、はい、もう見たまんまの感想のものもだろう、はい、やっぱりジャッジってすごい難しかったです。途中その神崎選手からバラをもらって、はい、もうそれで10点入ったっていうのが聞いたんですけどそれみんなバラあげちゃいますよ、そしたらその後からは。いや、もうね、こういうね、表現の仕方もあるんだなってすごい、やっぱり今日はすごく楽しませていただきました。わかりました、はい、という日光 AM ニューイヤーフィギュア2007ジャパンスーパー